よし、皆さん、ザ・グッズナイトです。ちょっと前に英語で、ビデオが作ってたけど、日本語はまだできてないのビデオは今日が作ります。それは、フラットラインファイバーの、このめちゃくちゃコンドラダンプパウチ。全然スペースがない。今はマガジンパウチ、ハンドガンマガジンパウチの下にあるので、スペースが全然かからない。一番好きのはこのエンドームのよく大きいのやつんですけど、これがもしスペースがないなら、大体みんながダンパウチが必要。ダンパウチが持ってないの時はいつも必要になるのを感じるですから、このダンパウチよく強いとあまり動くないと、友達からゲットしたの大好きのダンパウチけど、もしこれが持ってないの時は、必ず何かが必要。最初的には、このブルーフォースギアの、マイクロダンパウチがあまりスペースかからないけど、まだベルトに乗っているから、ちょっとスペースかかる。何でもかでもはちょっとリアルエステートかかるので、全然かからないの方で、この、ダンパウチ。つまり今開けたら、めっちゃいい感じ、使いやすいの感じるですね。ちょっとよく大きくなって、何でもかんでも。エラスティックバンドも入ってるから、いろいろのメンテナンスのこと。それでもうちょっと近くに確認しようね。よいよ。じゃあ最初にさ、これを見たら、マガジンパウチの後ろに同じマウンティングのシステムが使ってるから、でもあまりスペースかからないからよく動いてるけど全然問題ないと思います。こっちで一回開けて、このエラスティックバンドの方で、おすすめするからと、やっぱり超便利のやつから、これで、ヴェルクロの1インチ、1インチの1ラップ、1ラップのロールで、これはマガジンパウチに準備して、それからこのダンパウチにも入れる。それでダンパウチが必要ないの時に、このレーザーカットを黒から取って、とマガジンパウチまた使いますよね。ダンパウチはこれだけでシステムで使いますよね。そのマジックテープはよくこうで2枚で切った、6インチぐらいと1インチ6インチと、それでめっちゃ使いやすいこの穴で、モリーと同じのラダーシステムと同じですから、ちょっとそれでインターネットに1回確認して、とめちゃくちゃ安いこの箱に、その間違いない同じやつが入ってる1インチ、そうそうそう、30 feet by 1 inch のサイズでご注文したら、このダンパウチだけじゃなくて全部でも使ってもいいですよね。レビューがだいたいめっちゃちょっと使ってたと、超上手だったと、このベルトはマジックテープ使ってるから、マガジンパウチ、ダンプパウチ、メディカルパウチ、ちょっと重いやつでも全然問題ないです。それで全部のこのシステム使ったら、交換とかミッションの必要ことだけに移動するとめっちゃ使いやすいと、ちょっと上等ですよね。それもおすすめ。でもダンパウチの方で、じゃあちょっとそのウェブサイトと大体同じのデザイン、この黒でも確認したら、ウェブページと同じ、これディスプレイモデルオリジナルだった、オリジナルの写真から M81 のやつ中に確認したら、もしかしてマガジンとカラフォーマガジンとかだけじゃなくて、もしかしてレンジのアドミン、そのマークとノート書くとか、ペン持ってるマーカーとスティッカーとか持ってないといけない、それこの前画面の全部エラスティック、それでペンのサイズ、モルチトゥール、ペンのサイズ、ノートパッド、ペンのサイズ、他の小さいやつ、ライトとか、あともう一つペンで大体4本ぐらい、それ使いやすいのものが入れて、それでレンジに使ったら何でもかんでも、ああ、球がこの風に、このドロップとか、このディスタンスと全部確認しないといけない。それで、じゃあなんとかちょっとアドメンでも使えるの、ダンパウチが。めっちゃジョットと思います。これが終わって、フラットラインファイバーコー。
こっちにもマークあるですね。めっちゃちょっと使いやすい、そのブルーフォースギアじゃない、もうちょっと重いけど、このコンドラがめっちゃ強いの、破れないのやつから大好きのやつですね。超使いやすい。そのままでベルトをつけて、必要ない時、ね、もしかして念のために持ってるなら1回、2回、それで残りはぐるぐるぐる、えいよー、このお腹の、あこれよく中に入れるけど、最初に準備しないといけない。これから1回、いいよ、ホールドとホールドとロールアップ、ゴロゴロ、そのエラスティックはちょっとスペースかかるけどあまり問題ないですね。それからまたラップして、とめちゃくちゃこのサイズ、ライフルマガジンの方で使ったらそれはもうちょっと長いから、ちょっとカスタムちょっと時間かかる、ちゃんと下がるの。このハンドガンパウチならそのままで大丈夫けど、ライフルならもうちょっと長いからこの感じに出ると、それしないとこれがぶつかるとちょっと邪魔ですけど、でも綺麗に使いやすいから、めっちゃちょっと何でもかんでものところはスペースかからないと、ダンプパウチ必ず何でもかんでも持っていくの方ができますよね。じゃあレビューはだいたいそのままですよね。日本ではあまり見たことないこの会社。でもめっちゃジョットと使いやすい。もしかしてダンプパウチ大嫌いの人でもこれ使ったら全然問題ないと思います。じゃあレビューはだいたいそのままで、とまた今度にサバゲーとか動画とか何でもかんでもまたやりましょうね。じゃあ皆さん動画見てからありがとうございます。とまた次のビデオでよろしくお願いします。バイバイ。プシュ。ディスプレイイメージ。じゃあお疲れ様です。